公益財団法人山梨厚生会、山梨厚生病院は、山梨県山梨市落合にある医療機関であり、公益財団法人山梨厚生会が運営を行っている。厚生労働大臣により、地域災害拠点病院、地域がん診療病院にも指定されている。手術室、CT、MRI、レントゲン室、内視鏡検査室、 外来科学療法室、人工透析室、予防医学センター、人間読、精神科デイケア室、巡回検診バス障害者グループホーム、障害者就業支援施設、平品、障害者相談支援事業所、エール、院内保育所、病児、病後児保育所、ひまわり、慢性疾患患者家族宿泊施設院内図書室、院内コンビニエンスストアホスピタルローソン医療法に、 基づく許可病床数は以下の通りである。解説責任者として公益財団法人山梨厚生会理事長であった有泉健二がいるほか、後に山梨県看護協会会長に就任する牧島みゆきが長年にわたり総府長を務めていた。現在の委員長は山寺洋一であり、前委員長の千葉重弘は名誉職として名を連ねている。ありがとうございます。